はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、皆さんもうそろそろ8月も終わるということで、夏も終わりに近づいてきていると信じたいですがそろそろ秋服の季節がやってくると思います。もう私は秋が大好きなのでめちゃくちゃ待ちきれないんですけど、待ちきれないからもうすでに秋服を購入し始めておりますで、今年の秋服購入品第1弾ですね、 ZARA でお買い物したので、そちらを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでじゃじゃん、こちら。私はもう最近ずっと通販でお買い物をしてるんですけど、また頼んでしまいましたので、こんな大きい段ボールで届いたんです。じゃあ早速一つずつ紹介していきます。まず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こんな感じの黒のトップスですね。まあ、一見すごくシンプルに見えると思うんですけど、これ実はですね、袖がめちゃくちゃ可愛くて、お袖がこんな感じでカットアウトされてて、こんな感じでね、ちょっと虫食いみたいな感じのトップスになってるんですよ。こういった袖だったりとか、こういう脇のあたりとかにカットアウトが入ってるトップスがもう最近ずっとトレンドになってきていて、多分この秋もそういったトップス結構出てくると思うんですけど、これがね可愛いんですよ。やっぱ普通のトップスよりもデザイン性があることで、元々にシンプルなデニムとか合わせても、これがすごいデザイン性のあるトップスなので、それだけでちょっとこうワンランクおしゃれに見えたりとか、あとなんかこういう黒とか白とかベーシックなカラーの長袖のトップスとかって結構重ね着とかにも使えたりするじゃないですか。この上からキャミワンピ着たりとか、なんかビッシュとか重ねても可愛いですし、なんかそういった時も普通の長袖のトップスだとやっぱりいつもと変わり映えがなくシンプルな感じになっちゃうと思うんですが、こういったデザインがあることでいつもとまた違った雰囲気が楽しめるんじゃないかなと思ってこちら買いました。でね、このトップスめちゃくちゃ伸縮性があって、やっぱ私ネットで買ってるので生地感だったりとかが分かんなくてちょっと心配だったんですけど、すごい伸縮性がある素材だったので、全然サイズとか少し小さめでもいいと思います。私はちなみに XS から S サイズのものを購入したんですけど、ちょうど良かったです。まあ、普段から XS とか着てる方でも結構ピタッとしたトップスなので全然着れると思います。割と幅広い体型の方が着れるようなトップスですね。めちゃくちゃお気に入りです。こちらのお値段が2990円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。これはちょっと秋服というよりは、まあ、今から着れるようなトップスなんですけど、全然秋とかこの上からアウターとかを着れば着ていけると思うので、今回こちらを購入したんですが、これも、まあ、見てわかる通りちょっと面白いデザインになってて、肩のところがガバッと開いてるんですけど、ここが開いてることで結構肩周りとかもすっきり見えるような気がしました。でこれも同じくめちゃくちゃ伸縮性のある生地で、こんな感じです。すごい伸びるので、すごくね着心地もいいトップスになってます。ただ一個このね、肩の紐、この紐がちょっとね長くってずり落ちてきやすいのがもしかしたらストレスになっちゃうかもしれないんですけど、形がとにかく可愛いので、これも普通にシンプルなホワイトのトップスなので、いろんなボトムスに合わせやすいと思います。こちらの値段が1990円でございます。では続きまして3つ目がじゃん、こちらのデニムパンツでございます。これねすごくロング丈のパンツで、結構裾が長いので私みたいに高身長の方にもとてもおすすめなパンツになってます。まあ、でもやっぱ ZARA は高身長の方にはすごくおすすめで、パンツの丈感がしっかりと長いものが多いので、もちろん丈が長いっていう方はなんかお直しとか出したりとかもすると思うので、そういう感じで履いてもいいと思いますし、高身長の方で丈が足りなくてチンチクリになっちゃったみたいなことも少ないと思います。これがね若干ワイドになってるのかな、ちょっと裾にかけて広がっていってるような気がするんですけど、ウエスト周りは結構キュッてなってるので、すごくシルエットが綺麗なパンツです。足がめちゃくちゃ綺麗に見えます。これワイドパンツって結構着太りして見えちゃうものが多いんですよ。すごい太すぎるものとかだとお尻もでっかく見えちゃったりとか、全体的に下に重心がいくので着こなすのが結構難しいアイテムだったりするんですけど、このパンツだったらすごいスラッとしたワイドパンツになっているの で丈感も中途半端な丈感だとワイドパンツってちょっとダサく見えちゃいがちだと思うんですけど、これはしっかりと丈感があったので、ワイドパンツ探してるっていう方いたらぜひこれおすすめしたいですね。めちゃくちゃ形綺麗です、本当に。まあ、でもデニムなので伸縮性がないので、サイズ感であったりとかは実際に着てみた方がいいかなとは思うんですけど、もしサイズがあるパンツがあったらぜひこれゲットしてみてください。めっちゃおすすめ。裾もこんな感じで切りっぱなしになってて、ダメージが入っててめちゃくちゃ可愛い。これにヒールのあるシューズとかを履けばめちゃくちゃ足の効果抜群です。
めっちゃ足長く見えます。こちらのお値段が5990円でございます。では続きまして4つ目がじゃん、こちらまたデニムパンツを買いました。私ザラのデニムパンツどんだけ持ってんだろうっていうぐらいめちゃくちゃあります。多分デニムパンツザラが一番多いですね。すごい大好きでいろいろ持ってるんですけど、このデニムも超可愛くて、最近またダメージデニムが私気になりで始めていて、一時期めちゃくちゃ流行ったじゃないですか、ダメージデニム。どこ行ってもダメージデニムみたいな。私ももういつでもいつ何時もダメージデニム履いてた時があるんですけど、ちょっとまたダメージデニムブームが来ちゃってるかもしれない、来ちゃってるかもしれないんですが、これはストレートかな。結構太めなんですけど、シルエット的にはストレートのパンツですね。一直線な感じでね、これまた丈がめちゃくちゃ長いです。さっきのデニムは34だったんですけど、こっち36にしました。私が168センチなんですけど、私でもヒール履いても長いぐらいなので、まあまあなロング丈のボトムスなんですが、でもまたそこがね今年は可愛かったりするんですよね。もう引きずるぐらいの勢いで履けるようなデニムパンツがとても今っぽくてすごい気に入ってます。ダメージもこんな感じで結構大きめに入ってるんですけど、これもね履いた時のシルエットがとても綺麗で、この秋ヘビロテしそうですね。これにウエスタンブーツとか合わせて海外っぽくかっこよくハンサムな感じで着たりとか、スニーカーに合わせてちょっとメンズライクな感じで履いたりとか、ダメージデニムにあえてローファーとかちょっと綺麗めなアイテムを合わせてあげてかっこよく着るのも私はしたいですね。こちらのお値段が4990円でございます。では続きまして5つ目がじゃん、こちらでございます。これはねちょっと私的には挑戦系なアイテムなんですけど、この柄がねすごい可愛くて、何とも言えない柄、なんていう柄かわかんないんですけど、最近こういう柄がすごい気になってて、なんかちょっとアジアっぽくないですか、柄が意外と可愛くて、で私結構トップスとかも今回の購入品でもそうですけど、シンプルなトップスをよく着たりとかするんですね。でボトムスとかでちょっとこういう柄があるものだったりとか癖のあるものとかを履くっていうのもすごく好きなスタイルで、まあなんかこういうのも1個持っておいてもすごく使えるんじゃないかなと思ってこちら買いました。これ生地がねちょっとこうふわふわっと毛足の長いものでできてて、もう部屋っぽくなってるんですけど、全然チクチクしたりとかもしないし、すごい柔らかいスカートで、すごいあるってわけじゃないんですけど若干伸縮性あるので全然履きやすかったです。でこれがですね、もともと3990円だったんですけど、セールで790円になってて、そうまさかの1000円いかないっていう、そうだからっていうのもありますね。790円だったので買っちゃいましたね。これはスニーカーとかでカジュアルに合わせても可愛いですし、ブーツとか秋とかは履きたいですね。やっぱあでもちょっと糸が抜けやすいかもしれない、もしかしたら。結構今服とか糸がついちゃったので、ちょっと着る服は気をつけた方がいいかもしれないです。はい、では続きまして6個目がじゃーん、こちらでございます。あ危ない、このねブーツもう買っちゃいますよね。本当に靴ってなんでこんな買っちゃうんだろうっていうぐらい買っちゃいます。もう最近ちょっと我慢してたんですよ。そうでもないなそれはなかったです。でも買っちゃいました、ブーツ。このブーツめっちゃ可愛くないですか。素材が違うものが使われていて、配色のブーツなんですけど、このブーツは私は一目惚れでしたね。ちょっと変わったデザインではあるんですけど、なんか色味とかは全然使いやすいからブラックだし、こっちはちょっとエクリュっぽい感じかな、なんかこう朝っぽい感じの素材なんですけど、そんな派手な配色とかではないので、いろんなコーデに合わせやすいかなって思います。これはね履くと膝下ぐらいの丈感ですね、長さ的には。まあもちろんショート丈のボトムスと合わせても可愛いですし、なんかロング丈のパンツを中にインして履いたりとかしても、このデザインが引き立って可愛いかなと思います。これ靴の裏がねちょっと滑りやすい素材だったので、歩く時にちょっとツルっていきやすいので、そこだけは気をつけたいなと思います。靴のサイズ感は、私は足のサイズが25センチで39をいつも買うんですけど、いつも通りのサイズ感で大丈夫でした。これもね早くコーディネート合わせたいんですよね。いろいろと組んでいこうと思います。こちらのお値段がですね15,990円です。まあ、やっぱデザイン性があるのでちょっとお高めにはなるんですが、これも可愛いのでとてもお気に入りです。では続いてでラストになります。もうこのラストの商品がもう私の一押しなんです。めちゃくちゃ可愛いので皆さん覚悟してくださいねではラスト7個目がじゃーん、こちら。もう買っちゃいましたよ、レザーのジャケット。もう私レザーのジャケット大好きで、去年かな一昨年
だっけな、オーバーサイズなレザージャケット買ったんですよ。でもそれはもう真っ黒だったんですね。まあいわゆるシンプルな黒のジャケットだったんですけど、これ見てください、この感じ。ちょっとこうヴィンテージっぽい感じ、わかります？このね、縫い目のところらへんとかが色あせた感じになってて、もちろん新品なんですけど、あえて古着っぽい感じの加工がされているレザージャケットです。これがね、もうサイトで着用画像を見た時にもうすぐ飛びました。ニコレ可愛いと思ってすぐ飛んでいってすぐ見たんですけど、そしたらメンズのアイテムだったんですよ、これが。でも全然リリースでも着れるなと思って、もう即決でしたね。迷わず購入しちゃいました。でちなみにメンズのものなんですけど、最近はもうオーバーサイズ、自分の体よりも一回り、下手したら二回りぐらい大きいサイズ感のアウターが結構トレンドになってきているので、私はそういう感じで着たいなと思ったので M サイズを今回買いました。ただメンズなので S でももしかしたら良かったかもしれないです。 M か S か迷ったんですけど、割とオーバーサイズでも私は好きなので M にしましたが、まあ、全然 S でもいけたかなっていう気がします。結構ね重たいんですよ。すごくしっかりとしたジャケットで、でもその分すごく防寒もできてあったかかったので、秋だけとは言わず冬にも着ていけそうなレザージャケットですね。これはね今回の購入品の中でも一押しのお気に入りアイテムです。こちらがちょっとねお高めではあるんですけれども17,990円でございました。はい、というわけで今回私がザラで購入した秋服以上でございます。今回もたくさん買ってしまいました。やっぱりザラは可愛い、ザラは優勝です本当に。まあやっぱザラってもうめちゃくちゃの品数なんですよ。どんだけ出るのっていうぐらい毎週結構新作がバーって出て、だからこそ自分のお気に入りのアイテムが見つけやすいし、通販見てるだけでも楽しかったりとかで、気づいたらいつの間にかこうカートに入れてポチってしまってるんですけど、本当にね可愛いアイテムがたくさんあるので結構頻繁にちょこちょこ買ったりとかしてましたね。でちょっと今回溜まってたのでまたみんなに紹介しようと思って今回紹介させていただきました。ぜひなんか皆さんも気になったものとかがあったらチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。